本能寺にて伊賀忍団の襲撃を退けたのもつかの間、信長のもとに秀吉からの救援要請が届く。備中で毛利勢と対峙していた秀吉の前に流浪の将軍足利義昭を総大将とする幕府最高軍が襲来したという。援軍要請を受けた信長はすぐに準備に取り掛かったが、敵の勢いに押された秀吉は前線を放棄して後退。秀吉は山崎に布陣して敵の進軍を必死に食い止めるも、突破されるのは時間の問題であった。天下一新。秀吉さん、押されに押されて今は山崎で踏ん張ってる。急がねえと。もうそんなところまで。美月、敵の陣容はつかめたか？主力は毛利、それに雑賀衆も。で、敵本陣にいるのは将軍様だな。これが桃地の企てなら、どこかに伊賀人も潜んでいるはずね。うん、これまでにない厳しい戦になるだろうが、食い止めねば今日を奪われることになろう。勝たねば俺たちは終わりだな。だが勝てば一気に天下を引き寄せられる。みな行くぞ。この一戦で乱世を終わらせてやろう。乱世の断り。この信長の道は俺が切り開く。敵の兵数これほどと。だがひるんではいられぬ。急ぎ秀吉らの救援に向かう。この機に旧将軍家も潰しておかねば。天下一新、必ずやなしてみせよう。救援には向かわせぬ。足止めか。急ぎ片付けねば秀吉が危うかろう。秀吉たちが危ういようだ。助けに向かうぞ。一。押し付け。うちに長政来てくれたのね。これなら救援も間に合うかしら。開門。情けはかけぬ。この戦、秀吉をはじめ皆の力が必要だ。やめろ。俺や十兵衛が前線にて統率せねばなるまい。助かった。よっしゃ、こっからまたやったのか。任せておけ。秀吉は助かったか。少しは役に立てたみたいで何よりだ。上様の命を狙う知れ者どもが織田を寄せつけるでないぞ。よし、気を引き締めて本陣の守りを固めておくぞ。奴らに救援させるな。急ぎ秀吉を撃て。改
敵将切り伏せた。引かせていただこう。ズーン来そうぞ。やめろ。敵将打ち取ったり。ここは引くほかあるまい。あなたの輝き何よりまばゆい。任せろ。敵将切り伏せた。ここは引くほかあるまい。参るか。身の程知らずめ。これより先には進ませぬ。我が命に代えても上様はお守りいたす。任せておけ。極めろ。待ち尽くす。討ち死に。燃え尽きるがいい。何人も止められぬと知れ。先に進めますね。義明、倒します。織田勢が足利を狙っている。やつらの背後をついてやれ。来たな三代よ。天下一新、阻ませはせん。この地にて散るのよ。勝利条件変更。ゼタ、私が立てば信長に勝てるのではなかったのか。打ち死に。任せておけ。極めろ。おやおや、将軍様が先に倒れちまったか。だが関係ねえ。どうせこの戦は止まらねえよ。やはり義明を撃っても終わらないか。ならば俺も最後まで戦い抜くのみだ。義明様のご無念は我ら毛利が晴らす。織田勢を取り囲んで潰せ。開門。将軍がいなくなったの聞かねえのかよ。くそ、毛利の奴らも倒さねえと。山中鹿之助水産。毛利の相手は俺に任せてくれ。一瞬だ。心強い援軍が現れたようだ。鹿之助と共に毛利を挟み撃ってやろう。進むなら今だな。返して。開門。最下衆が動いたか。任せておけ。やつらを泳がせては俺たちに危機が及びかねない。松永久秀、警察より帰還いたした。耳寄りな情報を仕入れてまいりましたぞ。くれな。召してくれ。他に感づかれたか。とっとと始末しちまうか。地獄で食いよ。極めろ。
今死ぬわけにはいかねえ。毛利には悪いが、一旦引かせてもらう。情けはかけぬ。よし、最下衆をやっつけたぜ。これで鉛に貫かれる心配はなくなったかな。とも止められぬと知る。承知。止められぬと知る。天王山への道は私が確保いたしました。さあ、桃地めを倒しに参りましょうぞ。開門。わし引く。よくやった、ヒサヒ。さあ、必ずや放ってくれる。我は無双、わし全てを壊し尽くす魔王よ。いざ任務を果たせ、行くぞ。ここは私が食い止めまする。桃地は砦を抜けた先です。お急ぎあれ。かかったらお命ちょうだい。閉門。やめろ。罠か。久秀は天王山への道を抑えたと言っていたはずだが、いささか分が悪い。開門。承知。久秀のことは捨ておけぬが、今は三太夫のもとへ進軍するほかあるまい。ようやくのお出ましか。多少焦るなよ。じっくり戦う。少子、貴様ごときに時を費やすなど惜しい。
すぐに始末してやろう。この時を待っておりました。我が理想のため、消えよ織田の異物ども。やはりな、三太夫と結託するとは。落ちたものよ。今こそ好機、昇竜寺城を制圧せよ。道を開けんでしてくれ。毛利の奇襲とは、城を守りきれなんだか。理想の世はすぐそこに。討ち死に。任せておけ。城の制圧、想定よりたやすかった。さあ、織田を一気にほふってやろうか。開門。任せろ。やってくれたな、毛利め。ともかく今は敵を切り伏せねば。勝利条件変更。返して。開門。任せておけ。一旦引いて仕切り直して、また後で遊ぼうぜ。うっせるがいい。逃げた。ここで始末しておきたかったが、やむを得ん。開門。極めろ。さて、これよりわしが前線の指揮を取る。あいつはそんなバカな。いや、でも一応確かめに行くか。極めろ。あやつが毛利元就であるものか。急ぎ正体を暴かねば。わしがいる限り毛利は倒れぬ。五代残らず散らしてくれようぞ。最下衆の拠点を奪ったようだ。兵を伏せておけば後々役立つかもしれん。俺の役目はここまで。最後に元就子を演じられて楽しかったぜ。影武者がやられたか。この策は失敗だ。織田もなかなかやるじゃないか。やはり来ました。私は織田を打ち払ってみせます。徳川家康、参上いたしました。これより加勢いたします。やめろ。家康か、思いのほか早い到着。暴風を急いで。くれな。悪い。してくれ。阻まれるか。徳川勢、ただいま加勢に参りました。地獄で食いよ。家康殿がもう一人。では先ほどの家康殿は一体。心が潮時か。みんなかかれ。織田を殲滅せよ。私たちの偽物が敵に。へえ、ずいぶんいい度胸してるじゃない。姿を変え皆を惑わすとは許せない。行こうせな。私たちで偽物を倒すのだ。この勢いで叩き潰してくれる。この砦では毛利の要所を抑えたことで奴らの動きを少しは止められるだろう。あいつはやっぱり偽物だったか。じいさんは
もっと強かったしな。勝利を引き寄せる手を用意しているが、まだ準備ができていないようだ。情けはかけぬ。せっかく騙せていたのに。諦めろ。残念ね。ものさえ現れなければ一瞬だ。偽物が伊賀人を呼び込んでいたのか。全く油断も隙もない。この戦何としても制さねばならん。大筒の支度を急げ。よし来た。俺と権六殿に任せとけな。一丁決まるぜ。大筒の支度はちっとばかし手間がある。邪魔が入らんように磨いたいのに。おだめ。物騒なものを持ち出してんな。俺たちが止めるしかねえよ。立てておけ。大筒の支度を邪魔させてはならん。早急に最下衆を撃退せよ。諦めろ。わし急げ。前線の味方に加勢せよ。俺たちにできるのはここまでだ。引くぜ。お見事にござった。何人も止められぬと知れ。敵に情けはかけぬ。ここは引こうかあるまい。よし、邪魔する奴らは片付いたな。大筒もそろそろ準備できそうだ。な、攻撃。これはさすがに想定外だ。諦めろ。毛利は砲撃にひるんで、今が好機だ。昇竜寺城を奪い返す。皆進軍せよ。おだめ。昇竜寺城を奪い返すつもりか。そうはさせるか。奴らを打ち払え。諦めろ。失せるがいい。情けはかけぬ。我は無双。すべてを壊し尽くす魔王よ。敵に情けはかけぬ。耐えきれん。引かせてもらう。諦めろ。ここは引こうかあるまい。城周辺の制圧はなった。あとは城内を残すのみ。開門。何が天下一周。武士の世はこの俺が終わらせてやるよ。
ついにここまで来たね。極めろ。毛利の永遠なる繁栄のため、君にはここで死んでもらおう。毛利、極めろ。長きにわたる因縁に今こそ引導を渡してくれる。父上に託された未来があるんだ。こんなところで倒れてたまるか。道を開けてしてくれる。はあ、開けてたまるか。地獄で食いよ。ここまでか。父上、申し訳ありません。討ち死に。待ちつけ。失せるがいい。情けはかけぬ。これにて古き世は終わった。これより先は信長が作る新たな天下よ。新たな天下が始まるのか。信長と共に歩む未来、それはきっと。長い道のりだったが、ついに大志を遂げることができたら、信長。いや、まだ道半ばよ。これからこの天下を一新せねばならん。十兵衛にもまだまだ働いてもらうぞ。お前は俺の懐刀だからな。なあ、望むところだ。この平穏に甘んじ生倉になり下がらぬよう、刃を研ぎ澄ませておこう。真っ白き希望はこれからも守り続けねばな。それこそ俺たちの使命だろ。守ってみせるさ、永遠にな。あるな。馬の調子はいかがですか。